日本中部地方石川県金沢市、金石近籍の町並み金石は石川県金沢市の地域。金沢市北西部に位置しており、西川川口岸の地域で日本海に面する港町である。金沢港の西部に位置する古くからの港町で、金石の地名が付けられる前は、宮古市と呼ばれていた地域である。金石の町中は、 古くからの町並みが残っており、金沢市による小町並保存区域に指定されている。1943年に、旧金国町周辺の大野村及び三塚村と共に、金沢市に編入合併して、金沢市の地域となる。金沢市に編入してからは、旧金石町の各町名は金石と付けられ、金沢市の町名として継承された。 1968年に住居表示制度の導入により町名及び地盤の整理が行われ、30ほどの金石とついた町名が5つに再編された。2018年11月1日、金沢市の旧町名復活運動により、金岩西2町目、3町目、4町目の各一部が3つの旧町名として復活した。 旧町名復活運動で復活したのは、2009年の下新町、上津美町以来9年ぶりとなった。なお、2019年秋にはさらに山町が復活する予定となっている。金石は、北前船の寄港地で繁栄した地域で、かつてゼニア五兵を代表とする商人が金石を拠点に商業活動が盛んに行われた。 加賀藩時代、前田利家が宮古市から金沢城へ入城した縁もあり、加賀藩の外交として優遇を受けていた。加賀藩の外交で材木などの物資の物流拠点として繁栄する。しかし、隣接する大野港にも外交機能があり、大野村と宮古市長の間で様々な利権の対立が絶えなかった。 このような状況を見かねた加賀藩は、宮古市町と大野村を地域として融合させようと1866年に両地区を合併させた。堅いこと近跡の交わりから金石を町名として採用した。これが金石の由来となる。宮古市地区は金石町本町となり、1889年の町村政施行後は石川郡上近跡町になる。 しかし、旧宮古市と大野領地区が融合したかに見えたが、世間では、旧宮古市地区が金石と通用されるようになり、同じ近籍を町名に採用した大野地区は、様々な不都合が生じるようになった。大野地区はやがて当時の石川県庁や明治政府に、町名変更を請願するようになり、その結果八百九十八年三月十二日に、大野地区が、 大野町に改称し、金石の地域は、本来の宮古市地域のみとなる。1920年6月1日に、下近石町から金石町に改称し、金沢市編入以降も、金石の町名、地区名は使われ続けている。1898年に、金石馬車鉄道の開業以降は、港町の繁栄に、陰りが見え、 港で繁栄した商業は変わらざるを得なくなる。北陸鉄道近籍線の廃止以後、並行している、金石洋館が拡幅され、金沢の幹線道路として形成されている。いずれも住居表示を導入している。北陸鉄道近籍、バスターミナル。ありがとうございます。